ストレートエミアグラム二等兵の友人屋です。 D 隊長です。隊長でございます、はい、今日は、うん、ルーム8、ルーム8、新しいところから送っております、うん、はい、皆さんお元気でしょうか雰囲気がガラッと変わってガラッと変わり戸惑っております、コメントで、もういつも多くの方にこんなチャンネルを見ていただき本当にありがとうございます。順番が下手なんですよ。うまくやろうとすると急に、ノッコさん、はい、レベッカのボーカルですかね、有名になりましたねレベッカのボーカルから、はい、あの、うん、レベッカって今知ってる人いるんですかね。なんか最近見たな、何だったっけ、あ、まあいいや、あ、すいません、はい、ノッコさんから、はい、いただきました、コメントいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。タイプ5とタイプ8で迷ってます、うんうんうん、で、タイプ5の健全度と注意信号という、うんうん、ちょっと前の動画でコメントいただきましたと。で、ノッコさんはご自身では、うん、タイプ8で説明されるほど威圧感のあるというか怖い雰囲気じゃない、うん、と思うし、そのタイプ5で説明されているほど内、うん、にこもってる感じも、うん、しないと、うんうん、でタイプ8とタイプ5の見分け方はありますか、うん、なんてコメントいただきました、うんうん、ありがとうございます。幸せです。はい。で思ったのは、うん、同じ匂い、あ、わかります同じ匂いがしました。わかります、自分で僕もそれ今言おうと思ってましたなるほど、自分で、あ、僕ちなみにタイプ6だと思ってます、はい、自分で、うん、タイプ5って思ったことがあるし、エニアグラムのセミナーではタイプ8で迷いましたって言われたこともある。で、俺はタイプ6ではないで初めにギュッて握って捨てた、うん、捨てた捨てた。で、どうだろうなって、個性的なタイプがいいなって、なりたいタイプを探、なりたいタイプを探した。で、言われたのが6ですって、うん、ああ、やっぱりね真っ先に捨てたやつねってくさっときた、っていうのじゃないかなとは思ったんですよね、うん、どう、まあ、僕もなので僕の感覚的に8と5って全然違う、はい、人から見ると全然違いますよね、うん、全然違うじゃないですか、はい、この5の人ってもう寡黙、そうですね、で8の人はオラオラタイプじゃないですか。8の人は寡黙でもオーラはあると思うんですよね。そう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 、ゴゴゴゴゴゴっていう、なんかの時においみたいなとか、自己主張のところ、自己主張はするじゃないですか、はい、この流暢に喋ったりはしなくても、はい、なんかこう前に出てくる感じはあるじゃないですか、はい、あと決して下手ではないんですよね、詰め方というか、うんうん、はい、っていう部分で全然違うなっていうところ、はい、まあ、あとその5の人はまあやっぱりこう合理的じゃないですか。5の人は合理的、このなんかシンプル、はいはい、ミニマム、はい、にこうなんか追求していくみたいなところなんで、で8の人って結構感情豊かじゃないですか。そうですね、そう、なんか怒るときは怒るし、はい、笑うときは笑うしみたいな、はい、でそういうのがこう5の人はちょっと乏しい感じ、傍、はい、から見てて、まあ、それを外に出さないって話ですけど、はい、っていうのがあるので、5と8、まあ、8が5と勘違いしてるとか5が8と勘違いしてるみたいなのは多分あると思うんですけど、繋がってますからね、繋がってるので、はい、なのでこうそこで迷うんだったら違うタイプじゃないかなってはい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 、その間ってなかなか、間は多分違うタイプですよいや、まあ、これを読んだ時に、うん、あ、同じ匂いがするって、で6じゃないか、二等辺を思い出したんですよね、はい、いや6でも、まあ、そのサブタイプ、うんうん、例えば自己保存とソーシャルと、うんうんうん、自己保存、ソーシャル、セクシャル、うん、でそのセクシャル、要は、体験とか人に向かうっていうセクシャルだと、はいはいはい、基本なんか8に近いなんて言われるんですよね、うんうんうん、で6ですから、うん、それは未来を見て考えますし、うん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 、っていうところはなんとなく思ったんですよね。
こう感情的なところとかは、はい、結構6と共通するじゃないですか、8の人。そうですね、うん、でこう何かを調べたりするっていうのは5の人と共通するじゃないですか。6はそれは調べますよ、はい、っていうところで、あ、二等兵パターンっぽいなみたいなですよね、うん、あとはまあそのセンター、うんうんうん、ガッツセンター思考センター、うんうん、ハードセンターで、まあ、どこを使ってますかみたいなところ、うんうんうん、例えばその前に、うん、あの引っ越しを手伝いに行ったんです、ね、はいはいはい、その時に、うん、多分、うん、そこの主は、うんうん、嫁ちゃんの妹の旦那さん、嫁の妹の旦那さんは、はいはい、多分ガッツセンターなんですよ、うんうんうん、あのちょっと部屋の中が暑かったんですね、うんうん、途端に機嫌が悪くなるんですね、うんうん、では子供がわーってやんちゃしだすと、うん、ドーンって、うん、もう多分8か、うん、あの前自分でやってもらった時は1だ、うん、俺1だって言ってたんですけど、うん、僕の中ではいやいや、うん、8でしょとかって思いながら、うん、まあ、8か1かかなと思ってるんですけど、まあ、1だとルールですからね、はい、あだとでも、うん、もう抑えきれないガーンって言う、あ、うん、まあ、言う人は言うと思うんですよ、はい、あでもそれはでも間違ってるみたいな、ガッツは間違いない、うん、だからその例えばでその人がお風呂入ってくるっていなくなった時に、うん、そこの妹ちゃんと話をしてた時に、うん、いや彼はあの彼とは言わないんですけどね、うん、何々は、うん、あのお腹空いた時と、うん、暑い寒いの時は、うん、途端に機嫌が悪くなる、うん、って言っていて、うん、あ、まあ、ガッツは間違いないなと、うん、もう今が不快だと、うわ、ん、ーってなる、なんかこう現状への抵抗、はい、うん、でその辺僕思考だと、うん、しょうがないは結構あるんですね、うん、それ今言ってもしょうがないじゃん、うん、で頭で処理して、うん、スッて置いとける、うん、まあ、それも9は分かる気がしますなるほど、うん、でまあその辺はなんか分かるかなと思うんですね、うん、要はガッツとセンター、うん、僕だからハートとヘッド、うん、ハートと思考は、うんうん、ちょっと難しいと思うんですね、うん、どっちなんだこれ、どっちを使ってるんだっていうのは分からないと思うんですけど、それ6だからかもしれない、あ、なんかあったじゃないですか、6の人は思考だけど感情を使う、感情を使う、はい、そうですね、で9の人は本能だけど、はい、両方使うって、はい、だと5だともうもろ思考だと思う、もろ思考ですよね、はい、頭の中が回転 している、要は頭の中だけで完結する、で、あのそんな自分を上から見てる、うんうん、感覚か、うんうん、もうゴゴゴゴゴゴって、そうそうそう、暑い寒いお腹が空いたって、まあ、その本能的な部分だけじゃないですけどね、はい、全部こうお腹の中にこう来る怒りだとか、はいはい、腹が立つ、あ、怒りも腹が立つも一緒だ、はい、喜びとかそういったものがこう湧き上がってくるのが、まあ、8じゃないですか、だとなんかどっちなんだろうって、うん、この動画を見ていただいて、うん、来ていただけた、うんうんうん、っていうのだとなんかもう思考なんじゃないかと、うん、あ、なんか考えて、うん、どうなんだろうって、うんうん、って言ってきていただいて、うん、5か8か5か8か6だろう6かなんてね、うんうんうん、でもまあ実際なんか多分お話ししてみないとわからないところではありますし、僕たちよりも深く考察して、はい、る可能性は十分にあるので、はいはい、この表面的なところで見ると、あ、6があるんじゃないかな、そうですね、でまあ、これを聞いていただいたときにどんな反応が出たか、うん、どんな反応が出たか、ちゃうわってドーンってなったら8かもしれないし、うん、あの僕が6だって言われたときは、うん、やっぱりねだったんですよね、うん、やっぱりねって、うん、個性がないタイプですよねってちょっと皮肉っぽいあ、もう分かっ、もうな、もう、あ、もうそうなんだ、ちょっとがっかりな感じ、がっかりしました、うんうん、やっぱりね、うんうん、もうこれは嫌だったんだよなっていうのが、あ、やっぱりこれなのかみたいな、そうですね、いかがでしょうかと、うん、いかがでしょうか、はい、これで腹が立ったんなら8かもしれないし、うん、でも6もちゃうわはありそうじゃないですか、6もちゃうわはありますけどね、うん、反応ですからね、反応なんで、はい、ふむふむふむと思ったなら5でしょうし、うんうん、なるほど、探ってみようみたいな、はい、冷静な感じ、はい、まあどのタイプもまだ分からないですけどね、まあ、健全度が高いと、はい、
タイプの特徴が薄れていくみたいな、はい、うん、もしよろしければ、はい、一緒にあの、うん、ライブなので、はい、出ていただければ全然お話、うん、大歓迎でございますと、はい、参加型まあ、ワークショップみたいな感じですね、はい、まだあの敷居は低いですもんね全然、うんうんうん、動画に出るだけ、はい、動画に出るだけ、はい、あとは僕の中ではもうなんか敷居がどんどん高くなってほしいんですけどね、うん、人気が出て順番待ちみたいな、もう順番待ち今予約がいっぱいなんですよって今だと3ヶ月後ですねみたいな、言いたい言いたいが痛いが全然まだ今だとあいつでいつが空いてますか、いつが空いてますかねってもうスリスリしちゃう、はいはい、感じでございます、はいはい、いかがでしたでしょうか、いかがでしたでしょうか、はい、いいですかね、うん、はい、大丈夫です、ありがとうございました、ありがとうございます、チャンネル登録も何卒よろしくお願いします、ありがとうございました、ありがとうございます。